ゼミの課題で自分の普段の生活を動画にしてきてほしいという課題があったときに、自分で映像を撮ったんですけど、編集するときに結構切るのが難しくて、長い尺使ってしまったシーンもあって、その時にあまり切りすぎると突然はシーンが変わるので、何が起きたか分かんなくなっちゃうんじゃないかって思って、結構切るのをためらったというか、自分の撮った映像が大事に思ってたってもあるんですけど、なんか突然シーンが変わったら、いいってなっちゃわないかと思って切らなかった部分が結構あったんですけど、そこに対しては先生はどう考えますか？いい質問ですね。実は映画とか映像は物語なのか否かっていうすごく重要なテーマとそこリンクしていて、物語だとしたら因果関係っていう道筋をはっきり示さないと視聴者はついていけないですよね。なんで伏線っていうものがあって、だから伏線は切れない、だからもし伏線を見させて、後のクライマックスにつなげていくみたいな、そうすると切る場所が少なくなっていくみたいな発想なんですけど、実は1960年代に、ジャン・ルック・ゴダールとかフランスの若手の映画監督たちが、映画っていうのは物語ではないっていうふうな主張をして、実際実践したんです。そこでは物語ないです。なんか終わりと始まりがあるぐらいで、ただそのカメラの前で役者たちが戯れている、その光と音の戯れをにこそ映像の本質があるっていうことで、ゴダールなんかはもうぶった切るんですね。なんかそれがジャンプカットだったりとか、あるいはその一見脈絡のないシーンのつなぎ方とかで、そこで物語を壊していく。物語を壊さないと映像の本質っていうのが現れない。なぜなら別に映像が物語だったら、それは脚本とか小説とかでも読めるじゃないですか。で、小説とか脚本とか以上の映像って何かって言ったら、そこは話の筋とかではなくて、ワンショットワンショットの、光と音の運動の強度なんだっていうか、で一回それで物語が解体されて、ヌーベルバーグ以降は割とこう現代映画っていうのは物語には回収されない映像の強さっていうのはやっぱ映像作家を求めてきたんだけども、一方でですね、そこに観客が、多くの観客がついていけるかっていうと、そうでもないというか、本当にその映像人間はついていけるんですよ。それでだけど本当に映像を見る目がまだ養われてないマジョリティはやっぱ物語に欲しがるというか、でしかもですね、プロデューサーの視点からすれば、売れてる物語を映像化した方が資本を回収しやすいじゃないですか。なので日本の映画界、特に、漫画原作とか、ヒットしているものは映画化するっていう手堅い手法が多くて、だからそれはやっぱり物語の力を借りてるんですよ。これは多くの大衆の心に打つ物語なんで、そこに紙芝居のように映像をくっつけたら、手堅く観客を稼げるだろう。だけど本当はその映像って物語から自立して、その物語のナラティブでは語れない何かを音と光の記号で示すっていうのが、本当の映像の楽しみだと思うんです。だから割とこう成功している映画監督っていうのは、半分は一般大衆向けに何か筋をつくんですけど、どっかでこう物語を切断するんですけど、全然それさっきのシーンの魅力と関係ない、じゃあなんでこんないきなりこんな出来事が起こるんだ、わーおってなって、こうアドレナリンが吹き出す、なんかそういう騙し方をしてくる映画っていうのは、やっぱりすごく映画の本質分かってる。だから皆さんにもなんかぜひ脚本の面白さとか、あるいはドキュメンタリーで言うと誰かがこう成長していく面白さとか、もうちょ
ちろんそのベースにね発想していくっていうのはすごく大事なことなんだけど、それをやっぱりどっかで映像そのものの力によって壊すみたいな瞬間があると、それだけでも引き込まれる。だからそれも多分物語と映像っていうメディアのコラボレーションだと思うんですよ。